おはようございます。5月28日になりました。今日の FX 相場解説なんですけども、4日にわたってお届けしましたレンジ戦略、これが破れてですね、ブレイクの方に転じました。まあ大体ブレイクの直前というのはレンジが続くものなんですよ。そしてブレイクした後は必ずまたレンジに戻る、収束するってやつですよね。跳ねて収束して、跳ねて収束して、心電図のこの電波みたいにこういうふうに繰り返していくのが FX のチャートだというふうにご理解ください。それではね、画面を見ながらどのように変化したのか、これを確認していきましょう。どうぞ。まずはデイリーからです。安値圏からぐーっと上がってきてね、そしてまあヘッドアンドショルダーっていうのは懐かしい話だったんですけども、そっから横ばいに入りました。まあ若干右肩上がりだったんですけども、でもこれをね、横ばいとして捉えていきましたね。で、今回ブレイクしたわけなんですけども、その辺を4時間と1時間、黄色い線を引いてますんで、そのゾーンとともに見ていきますね。まず4時間の方から、はい、黄色い線を2つ引きまして、高値圏安値圏にしました。今回ですね、2つの高値圏を突き破って一旦下がりました。そして下髭をつけて陽線出てますよね。このように行くパターンが多いということですね。 N を書いて上の方にドーンと突き抜けるパターンが多いということです。そしてこちらの安値圏から伸びていったわけなんですけども、一旦ゾーンをですね、ブレイクして、レンジをブレイクして上昇したわけですけども、その辺をどういうふうに考えていくのかってことをこれからお話していきます。ここら辺四角で囲ったところを1時間クローズアップします。まあ、4日間にわたってお伝えしたんですけども、こういうふうに2つのね、線ができてますよね。こちら上底と下底って言い方しました。でこの間でずっとレンジを形成していたのがここ何日かのことで、それをレンジ戦略1,2,3と3日間4日間お届けしたんですけども、今回は跳ね返ることなくブレイクして上に突き抜けて、そしてレジサポ転換して上に大きく抜けたってことになりますんで、一旦ロスカットは食らったんですけども、上に抜けた瞬間でもうすでに N の反転狙いで、こっからエントリーして、これは取れたということになります。当然私取れてませんよ。これ寝てましたんでね、この時間。寝てばっかりですね、いい時はね。はい。だから、私の寝る時間ね、今回は、夕方から夜にかけて、だいたい起きるのがね、深夜の2時ぐらいなんで、気がついたら、これが全て、もう、行かれてたって話ですよ、これが。はい、でもまあ値動きはこうやってね、後で確認できますんで、今度からはこの上の方をね、よくよく見ていくことになります。109円台から110円台に乗りそうですね。今陰線を書いてるとこですから、また N を書いて上の方に突き抜けることを期待したいと思います。で N を書いて突き抜けるのは4時間に戻りますよ。ほらここで予見できるでしょ、ほらここで。だからこれからはバイの方に向けて、エントリーポイントを測っていくってことになりますね。はい、いかがだったでしょうか。レンジ戦略 1,2,3,4 とありましたんで、そろそろまあ拮抗が崩れてブレイクするんじゃないかなってとこだったんですけども、まあ、私の寝てる間にブレイクしましたね。まあですけども、この値動きをしっかりと覚えておくことによって次の取引に生きていきます。レンジが続いた後はいつブレイクが起きてもおかしくないんで、ロスカットを食らったらすぐにレジサポ転換して反対目に入れていくってことですよね。これだけ覚えておきましょう。それではありがとうございました。